こんにちは、ピタットハウス萩中の店です。今回ご紹介する物件は、近鉄南大阪線今川駅から徒歩5分のところにある物件です。え？本当に5分かって？実際歩いてみたので皆さんも一緒に向かいましょう。ちなみに駅前ということもあってスーパーに、歯医者さん、郵便局、いろいろ揃ってます。不動産案内の駅から何分って正直信じられないよね。お、これはハンコ屋さん？いざという時にいつもなくて困るんだよね。こっちは自転車屋さん。パンクとかっていつ起こるかわからないからあるだけで安心。昔ながらのコインランドリーもありました。近くに耳鼻科もあるから花粉症の時期にお世話になりそう。公園もあるからウォーキングに来れそうだね。そろそろ目的地に到着、ちょうど5分くらいかな。こちらが今回ご紹介する物件です。優しい音色が聞こえてきそうなマンション名、ベルピュアーおい。入り口入るとすぐに集合ポストがあります。それではお部屋の中へ。まずは玄関。靴箱も最初からありますね。玄関からキッチンが丸見えだから突っ張り棒でのれんとかあってもいいかも。続いてダイニングキッチン。窓から光が入り込むので日中は電気つけなくて済みそう。コンロが最初からついてるのはありがたい。収納もこれだけあれば十分ですね。次は洋室6畳。こちらのお部屋も南と東に窓があるので日中は明るいですね。お次は和室6畳です。この部屋がきっと寝室になるのかな？畳は日本人の心、和みますなー。この部屋には押し入れ収納もあります。かくれんぼするには欠かせない場所ですね。お次はバスルーム周辺。程よい空間ですね。
独立洗面台も完備。しっかり洗濯パンもありました。横に少しスペースがあるので小さい棚とか置けそう。みんなの憩いの場、バスルーム。そして一人で落ち着けるトイレ。最後はバルコニー。少し狭い気もしますが、こまめに洗濯すれば大丈夫そう。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは、次回の物件紹介でお会いしましょう。